とても甘酸っぱい場所に来ております。こちらがですね。この公園がそしてこの今座ってる。このベンチが。私の？ファーストキスの場所でございます。高校2年生でしたね。あれはね。彼女がここに座ってるわけですよ。でこうキスしたい。どうしようかな。つって。でもなんとなくこう。肩も組めないし、なんかこうだー。つってこうなんとなくこう。あの。 なんかこうリラックスしてるポーズしながらここでゆっくり肩触るみたいなことしまして抱き寄せまして目が合いましてそこでスムーズにねちょっとできたらよかったんですけどねやっぱいかんせんまだねあの若かったんでねそんなスマートなキスができずに結局チューしていいと彼女にチューしていいって聞きましてそういうの聞かなくていいのにって言われながらまあチューをねした思い出がございますここですね本当に。 あのもうちょっと頑張ったらね僕ここにあの山崎重則ファーストキスの地っていう記念碑をここに一個建ててあの若いカップルがキスしているモニュメントを足立区の方に寄贈したいと思っておりますそれまで頑張ります <laughs> 言い忘れてたけどその彼女僕1か月で振られたんです <laughs> 見て見て